東西、東西。一人一人は一松だけど、三人集まりゃ一まず。やってきましたあなたのもとへ、しばしお相手一まず。みかんです。ポンカンです。三等間です。三人合わせて一まずです。天高く。天高く。天ぷらは高い。うま、こゆる秋。どうして急に、そんなことを。秋に越えるのは、うまだけちゃうで。恥ずかしながら、てへてろ。いや、めっちり、ちゃっきり、秋やなぁと思って。確かに。しっかり、秋だけど。秋の味覚に、秋はない。でも、よくよく考えてみれば、なんで馬の体重なんて気にしてるんやろ。馬娘でも、馬体重は非公開。その昔、中国では、収穫期の秋になると、北方の騎馬民族が襲ってくることから、それに対する警告だったらしい。え、なんかイメージと違う。ただ、それがなくなって、今では、収穫を祝う喜びの言葉。ポジティブシンキング。あ、でも、メガポジ反転といえば、あの言葉。人間万事、採用がバカ。違う。人間万事、塞翁が馬。失礼な。塞翁さんは、馬鹿じゃない。あの話って、確か。塞翁さんが、育てたすごい馬が、蜂に刺されて、逃げてしまう。そこでみんなで、慰めに行ったら、塞翁さんが。いや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 、逆に考えてみて。かえって、いいこと。あるかもとか思うわ。マジで。わお。ポジティブ。塞翁さんがうろたえずにじっと待っていると、ある日、その馬が同じくらいすごい白馬を連れて帰ってきた。2倍。そこでみんなでおめでとうと言いに行ったら。いやいやいや、逆に考えてみて。かえって悪いことあるかもとか思うわ。マジでマジで。おう、ネガティブ。後日、その白馬に乗っていた息子さんが落馬して足を怪我することになる。そこでみんなで慰めに行ったら。いやいやいや、逆に考えてみて。かえっていいことあるかもとか思うわ。マジでマジでマジで。逆転の発想。っていうか、天の弱。その後、戦争が始まるのだけれど、息子さんだけ、怪我のために出征せず、出征した若者たちは、皆戦死してしまう。残酷なまでに、明暗が、くっきり、はっきり、その喜びを表現するために、その息子さんの子供に綺麗な服を着せたのが、孫にも衣装、やね。いや、違う。その孫は、馬の引き手の孫だから。なんでこんなに可愛いの？え？孫にも衣装？そういう説もあるのかもしれんけど、うちにとっては、孫にも衣装やねん。認めたくないものだな。自分自身の若さゆえの過ちというものを。ミカ姉さん、そういうのを、鹿を刺して馬となすと言う。え？鹿は刺身で、馬に
な。名残惜しいわでもしょうがない、時間が来ました。一まず縁があるならまた会いましょう、またのお相手。一まず